姫ちゃんのリボンは、水沢恵による日本の少女漫画、及びこれを原作にした、テレビアニメ、小説、ミュージカル。略称は、姫リボ。本作のリメイク漫画、ひめちゃんのリボンカラフルについても、本校で説明する。リボンにおいて、1990年8月号から1994年1月号まで連載された。 単行本は、全11巻文庫本は本編のみ、全6巻。1992年にテレビアニメ化され、1993年には小説、ミュージカル化された。他人に変身することができる、魔法のリボンを対応された、姫ちゃんこと、野野原ひめ子が主人公の魔法少女作品であるが、主人公の恋や友情、心の成長を描いており、学園漫画、 恋愛漫画的な要素もある。男性への変身も含むことから TSF の一種とも解釈できる。リボン掲載時と単行本では後半部分が大きく改定されているのも特徴の一つである。また原作とアニメ版では中盤からストーリー展開が異なっており、原作では番外編として3年前の姫子が3年後へタイムスリップしてくる。 川の視点なども描かれている。2015年に掲載雑誌であるリボンが創刊60周年を迎えたことにより、その記念企画として過去作品の新規読み切り掲載を行ったことから、本作もそのラインナップに加わることとなった。このことから、同年の同志8月号に単発読み切り、姫ちゃんのリボントリオトラブルが掲載され、 引き続き同社から発刊されているファッション誌、バイラ同年9月号別冊に、姫ちゃんのリボン素直な心出が、さらに、リボン平成28年冬の大蔵看号に、姫ちゃんのリボンイブの贈り物がそれぞれ掲載された。この時の読み切り掲載の反響の大きさから、引き続き、平成28年夏の大蔵看号に、姫ちゃんのリボンもう一人の有坂くん。 平成29年冬の大蔵観号に、姫ちゃんのリボン春色の風が掲載される。そして2017年1月25日に、これらをまとめた単行本である、RMC、姫ちゃんのリボン短編集が、本編最終巻から23年ぶりに、発刊の運びとなった。舞台となる、風立志は、東京都国立市が、モデルで、国立駅や、 国立の街並みの描写が見られる作品である。風立中央公園という名前で登場する噴水のある公園は国営昭和記念公園がモデルとなっており、主に作品中に登場する噴水をはじめアニメ版の初期オープニングに登場するイチョウの波木道等がある。この作品に登場する風立駅の駅舎は国立駅の赤い三角屋根の駅舎がモデルになっていた。しかし、 この駅舎は、中央本線三鷹駅立川駅間の高架化工事に伴い、2006年10月にこの駅舎の共用が停止されて、同年12月頃に一旦姿を消し、2020年4月6日に再び姿を現した。お天場な中学1年生、野野原姫子の前に、ある夜、姫子と瓜り二つの顔をした魔法の国の王女、エリカが現れる。 エリカは王家を継ぐための修行として、姫子の日常を水晶玉を通して一年間観察し、日記をつけさせてもらう代わりに、他人に変身できる魔法のリボンを貸してくれるという。また、姫子がリボンをつけている間は、お目付役として、姫子のぬいぐるみ、ポコタが喋って動けるようになる。こうして、姫子とポコタの少し不思議な日々が始まった。姫子は、 リボンの力を使って様々な騒動を起こしたり、解決したりしていたが、同級生の男子、小林大地が、リボンの能力に気づき始める。さらに姫子は、大地の弟、森太郎を誘拐犯から救い出すため、大地の目の前で森太郎に変身してしまう。魔法の国の起きでは、リボンの力を他人に知られた時点で、観察日記の修行は中止。 姫子を含むすべての関係者から魔法に関する記憶を剥奪することになっていたが、エリカの父である王様はなぜか修行の続行を決定し、大地がリボンの秘密を知ったことも不問とした。その理由は魔法の国の名家の少年生アレイが人間界に修行に出たとの報告を受けたからであった。生は天校生、有坂生として姫子に近づき、 姫子のリボンを奪おうと格索するが、最終的に失敗して、魔法の国の住人であることを明かし返っていった。かに思われたが、一連の騒動を重く見た生の、実家が彼を感動したため翌日には人間界に戻ってきた。生はその後もリボンに興味を示し、同級生の日々のヒカルを巻き込んだため、ヒカルも姫子のリボンを疑うようになる。ついにヒカルに、 リボンの秘密がバレそうになった瞬間、エリカが金を破って人間界に駆けつけ、姫子を救った。だがその罰としてエリカは魔法が使えなくなり、姫子は光に変身したまま一生を過ごすことになってしまう。大地やエリカの協力のもと、しばらく廃屋に隠れ住んでいた姫子だったが、落石からエリカをかばった拍子に一度死んで息を吹き返したことにより、 光の姿での一生は終わり、元の姫子の姿に戻った。同時に、王様が現れ、エリカと生を魔法の国へ連れ戻す。また、一連の流れの中で、姫子は大地への気持ちを自覚した。数日後、姫子はエリカを落石からかばった一件の霊として、魔法の国へ招待される。ポコタは、魔法の国の猫のぬいぐるみであるピンクと知り合い、相思相愛になり、 姫子は魔法の時計雲モスの力で3年後の姫子や大地と会ったりした。人間界へ帰る際、姫子は贈り物として体が大きくなったり小さくなったりする魔法のキャンディーを受け取る。魔法のリボンを引き続き姫子が使って良いことになり、姫子とポコタの日常生活が再び始まるのだった。ある時、魔法の国にいたピンクが使用すると眠りにつき、 愛する人からのキスで目覚めるという惚れ薬によって眠り込んでしまう。生はピンクを目覚めさせるため、人間界のポコタの元へピンクを届けようとするが、薬の量が規定を超えていたため、もう一組の相思相愛カップルが手を合わせるなどの協力が必要であることが判明する。吸ったもんだのせポコタがピンクにキスした瞬間と大地が姫子の手を握った瞬間が偶然重なり、 ピンクは目覚めた。ピンクが魔法の国へ戻った後、姫子は大地にクリスマスプレゼントを渡し、思いを告白するのだった。再び修行のために、生がピンクを連れて、人間界に戻ってくる。その頃、姫子と大地は隠れ家である廃屋の開かずの扉の秘密を探っていた。大地は廃屋とうり二つの民家を発見し、 ヒメコはその家の掛け軸の裏に書かれていた謎の呪文を見つける。開かずの扉の前で呪文を唱えると扉が開き、その先はなんと魔法の国のエリカの部屋に繋がっていた。ヒメコとエリカは再会を喜ぶが、こっそり後を追ってきていたヒカルに全てを見られてしまう。その瞬間、王様によってヒメコたちから魔法の国に関する全ての記憶が消され、 ヒメコと大地は何の接点もないただのクラスメイトになり、ポッコタはただのぬいぐるみに戻ってしまった。魔法の国から水晶玉でその様子を見ていたエリカは嘆き悲しむが、そこに王様のートでエリカの祖父である大王様が現れ、再びヒメコと大地に魔法の国の記憶が戻る。大王様は、開かずの扉はかつて自身が作ったものであること、 扉を開けた者を特別に魔法の国へ招待することを告げ、姫子と大地は三度魔法の国へ向かうこととなった。二人の歓迎のパーティーの後、人間界に帰る前に姫子は大王様の許可を得て、再び雲助に乗り、自分の生まれた日からポコタと一緒だった姿を見ることになる。その後エリカは姫子の元を訪れて一年間の修行を終えたことを告げ、 姫子はエリカにリボンを返すことになった。それはポコタが動けないただのぬいぐるみに戻ってしまうことを意味する。姫子は魔法の国でならポコタは自由に動けるからとポコタをエリカに託して別れた。リボンがなくなりポコタもいなくなった姫子は気丈に振る舞っていたが大地と二人きりになると泣き出してしまう。大地は姫子にキスしこれからは自分がそばにいると誓った。 大地は姫子に新しいリボンをプレゼントし、二人の新しい日常が始まるのだった。表記は、声アニメ版声優、演ミュージカル俳優の順。魔法の国の住人には、魔法が使える、寿命は300年から500年、人間界に同じ顔の人間が存在するといった特徴がある。原作に登場した、アイテムアニメ版のオリジナルアイテムテレビ、東京系列で、 1992年10月2日から1993年12月3日までの毎週金曜日18時枠にて放送された全61話原作は姫子の恋愛を中心に一つの繋がったストーリーであったがアニメ版では原作を基本としつつも物語の中盤からは原作ではあまり描かれなかった姫子の家族やクラスメイトたちとの短いエピソードが 中心となっている。また原作では変身しない場面で変身するほか、オリジナルの魔法アイテムを登場させるなど、魔法少女、シチュエーション、コメディとしての要素が原作よりも色濃く出ている。第13話、第14話で6人時代のスマップが登場し、本人役として声の出演もした。ただし、セリフがあるのは草薙剛しのみで、その他の5人はセリフはない。 放送中は原宿に姫ちゃんショップがオープンし、スマップも姫子の等身大ポップと共に番組のロケ地に何度か使用していた。BGM の一つである姫子のテーマが読売テレビのザワイドのジャンクションとして毎日使われていた。オープニングテーマエンディングテーマイメージソング本編、未使用、サウンドトラック、CD シネマに収録。歌詞の内容は 現在でいうところのキャラクターソングに相当する色が強い。テレビ、東京系列、および秋田放送、テレビ山梨、テレビ和歌山、山陰放送、山口放送、大分放送、鹿児島テレビのデータは1993年12月時点、三重テレビのデータは1995年8月時点、それ以外の放送局のデータは、 突起なき限り1993年3月時点でのものである。修営者のコバルト文庫より発売された。著者はテレビアニメのシリーズ構成である山田隆全7巻。1993年12月3日から12月26日まで東京都中央区の白品館劇場で公演された。アニメ版で長谷倉先輩を演じた。 スマップの草薙剛が大地を演じ、トキオの長瀬智也、佐野瑞木が長谷倉先輩を演じた。アニメ版と異なりビデオ化はされていない。テレビアニメの放映終了後、アニメと同じ時間帯で1993年12月10日から12月24日までの3週にわたってミュージカルのダイジェスト版が放映された。12月24日に放送された第3話、 ずっと友達だねのエンディングの後にアニメ版の姫子とポコタの挨拶がある。姫ちゃんのリボンは原作、アニメともに日本国外でその翻訳版が出版または放送されている。翻訳コミック出版国台湾、タイ、中国、韓国、イタリア各国でのタイトル、出版社等は次の通り。アニメ放送実績国台湾、イタリア、スペイン、トルコ、香港。 タイイタリア版イタリアでは作品名の他オープニング、エンディング曲などは独自のものに差し替えられている。1996年7月からコンリー後で放送された。なお、第56話、思い出プレイバック、第57話、ちょっとだけ恋の予感は、総周辺の色が強いためが放送されていない。すなわち、日本版ではアニメ61話、ミュージカル3話で、 全64話であったのに対し、イタリア版では全59話であった。また、姫子とエリカは日本版では同じ声優が演じているが、イタリア版では異なる声優が演じているという違いもある。香港版香港では1996年に無線電子被水台で放送された。韓国韓国では、上述のコミック出版のみでアニメは放送されなかったが、 自番組の赤ずきんちゃちゃ以降は放送されている。ひめちゃんのリボンカラフルは、小無の志保による本作のリメイク漫画。リボン2009年10月号から2010年12月号まで連載された。また、2010年12月発売の冬の大蔵観光リボンスペシャルに番外編が掲載がされた。全4巻。登場人物の入れ替えにより、 変身できるところなどの基本なところ以外大きく様変わりしている。また、単行本一巻に原作者の水沢めぐみのコメントが書かれてある。文庫本の一巻巻末には、姫子の声を演じた大谷育英の解説が掲載されている。山田隆水沢めぐみ、集英社、コバルト文庫、全7巻発売元は、ビクターエンタテインメント。発売元は、 ビクターエンタテインメント。発売と同時にレンタルも開始された。各巻4話収録。収録されたのは原作に、忠実な第1話、2話、5話、6話、9話から12、15から18話、だけであり、長らく他の話数は見ることができなかった。発売元は、ビクターエンタテインメント。ボックス1話、第1から32話、ボックス2話、 第33から61話を収録。前述のように2人乗りの OP シーンは差し替えられており、これでは見ることができない。発売元はスーパービジョン。販売元は DVD ボックスはユニバーサルミュージック。単館 DVD はポリドール映像販売。単館 DVD 発売と同時にレンタルも開始された。各館6話収録を基本とし4巻。 8から11巻は5は収録。最終巻である11巻には特典映像としてノンテロップの OP と ED が収録されている。ただし、第3期 ED の映像は過去の映像の寄せ集めのため収録なし。ありがとうございます。